ドラニューサンドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日でもう9回目の走行テストとなりましたが、じゃあ反省会早速やっていきたいと思います。今回はバルブクリアランス調整、動画見てくれた方も多いと思うんですが、バルブクリアランス調整を改めてこのエンジンのオーバーホールして約1000キロ走って馴染みが出たりとかして数字変わってないかなって見たところ、やっぱりなんか狭いところがあったり逆に広くなってたりとかするところがあって、まあもちろんね、3番4番はね、あれはまあおかしいっていうかね、そもそもあれなんだっけ、薄いシムに、あ、そもそも合うシムがないからって言って、この薄いシムに銅箔テープ貼っつけてなんとかしてこの辻褄合わせしたんですが、やっぱあれが使ううちにこのシムが薄くなってったみたいで、このクリアランスが広くなってて、まあ、別に広くっつっても極端に例えばこれが5ミリとかそんなもう無理だろっていう、バルブってそもそもこれバルブが、まあ、カムが押せなくねっていうぐらいまで広がってるわけじゃないけど、とりあえずだいぶ数字変わってましたね。まあその辺はまたちゃんとしたシムに入れ替えてもう直ってはいるので、まあ、とはいえ4番の排気側はまだシムがなくて交換してないんですが、まあ、とりあえずこの走り切ってみて、とりあえずなんかそんなになんか極端に調子悪いって感じもないので、まあ、あとはその辺もまた後ほど4番の焼き色でお話ししたいと思います。でまず1番ですよね。1番はね、とりあえずそのバルブクリアランス調整でも1段この上げて、1段でシムを1段広げてこのクリアランス広げてはいるんですが、特に変わってないんですよね、焼き色に関しては。で一応1番と4番に関しては今回スロージェクトを15番から10番に変えてるんですよ。スローけどちょっと濃いめだったんで、でちょっとね、だと2番様が薄いからちょっとこの辻褄合わせっていうか、まあ今って現状全体が濃いんで、まあ、薄い方に振ろうかなって思って1番4番スロージェット変えたんですが、ほぼほぼ変化がなんか起きてないんですよね。まあ、確かにね、こう写真で見たら分かりづらいけど、確かに薄くはなってるんですよ、実物を見るとね。ただ言うてそんな見た目目視上変わんないよねって感じなんですよね。でメインジェットも変えてるんですよ。メインジェット1番は65っすね。65もセットしたんですよ。もうなんや、これ 72.5 から65になってるんですよね。ただね、その割には全く変化してないから、ちょっとこれ、なんだろう、もしかすると、燃料がもう薄すぎていってないのかなとか、多分ね、例えば、72.5 だから、3段下だよね。そうだよ、3段目の下になるから、そんだけ変わっててこの変化がないってことはもう多分ね、これ焼けてないってことなのかな。例えばね、濃かったものが薄くな、まあ、もしかしたらもう全然このメインジェット効果がないぐらいこの燃料が流れ出てる可能性全然あるんだけど、とはいえなんか多少効果が出てもいいじゃない、焼け方自体に。例えばここもさ、正確に言ったらこの奥側、この端子の奥側見たらわかるんだけど、ちょっとこの辺白くなってこのスロー系統は薄くしてるから、多少こういうところでなんか変化が起きてるなって感じするじゃないですか。とはいえね、メインジェットはね、全く影響が出てないっぽくて、だからここは不思議なんですよね。もしくはもうこれ以上下がらないのかなとか、もしくはもっと下げてみたら変わるのか知らないけど、ただ1番に関してはなんかずっとこれ下げてみて変化が少ないなって印象があるんですよね。とはいえ、まあ焼け方としてはちょっと黒目だから、どうなんだろう、逆に一回濃くしてみるか、もしくは、この、ニードル1段目ってなんかしら調子が悪いせいなのか、ちょっと2段目に変えてみるかとか、まあ次はちょっとニードル変えてみようかなと。ニードル1段目ってなんか調子悪いイメージがあるから、ちょっとニードル2段目にしてみます。1番に関しては次回は。で、次2番なんですが、2番は特にメインジェットとかスロージェット変えてなくて、あ、前回このパイロットスクリューからネット情報のミスで、ちょっとなんですかね、薄すぎる状態になってたんですが、とはいえメイン系はなぜかめっちゃ濃いっていう状態だったんですよ。それがね、クリアランスすごい、まあ、2番気筒で前回のバルブクリアランス調整見た上でこれ見た方がすごい分かりやすいんですが、この2番気筒はクリアランスがこの各気筒の中で一番狭いんですよ。それを測ってみたら規定値の 0.05 からのが入んなくて、それでなんかなんていうか馴染みなのかオイルが噛んでるせいなのか分かんないですが、とにかく狭くなったんですよね、規定値をちょっとオーバーしちゃって。
だそれを広げてこのクリアランス増やしたんですよ。で特にメインジェットもスロージェットを変えずにあのパイロットスクリューだけ2、これは 2.2 だったけどそれを 1.25、 あ途中で一応1回転戻しして走ってたのが途中で 1.25 戻しに変えたんですが、なんとねメイン系統もすごい焼き色変わってるんですよね。これ極端だ、特にジェット類変えてないんですよ。これパイロットスクリューだけですけどいじってたの、まあ、あとはクリアランス調整ですけど、なんか焼き方がすごいかな、良くなってるんですよね。まあ実際はあのスロー系統まだ薄いんですけど、だからこれ結構いいのが、まあ、なんだろう、メイン系統が薄くなってくれたら、まあ、この辺ぐらいまで薄く、まあ、できれば、まあ、実際こう見たらなんか明るく見えるからだけど、実際もちょっと濃いんですよね。あと少しなんかこれが白っぽくなってくれたらいいかなって思うから、あともう少しなのかな。一応今、メインジェット 67.5 ついてるんですけど、例えばこれ、62.5 とか60番つけたら、もしかしたら焼け方良くなるんじゃないかなって思うんですよね、2番に関しては。一応スロー系統はねこれ15がついてて多分 17.5 かもしくは20番使わないとちょっとこれ薄すぎるっぽいんで、あの低速に関しては多分薄いんですよ。高速に関しては濃いんですよ。ちょっとこれめんどくさいんだけど、あの低速は多分濃くした方がいいんですよね。ただ高速に、低速はね、低速は濃くして高速はあの薄くしないと今ダメっぽいんですよね。だとにかくね極端になんかこの低速と高速で焼き色がすげえ変わるから、2番3番はとにかくその辺シビアかなって思います。で3番に関しては特にあの変えてないんで、クリアランスも変えてないですし、だ特に3番は何もいじってないんですが、とりあえず焼き方自体はそんな変わらずって感じですね。まあ、こうして見ても多分わかると思うんだけど、ちょっとこれカメラの角度とかあと光の端とかでちょっと変わるかもしれないですけど、まあ、言うてそんなになんていうのか変化としては起きてないと思います。まあこれも同じくスロー系統がとにかく薄いんで、多分これのせいであの低速はスローが影響して遅いんだと思います。だからなんかの走っててやっぱ思うのが、そこそこ回ってる感じはするんだけどパワー出ないみたいな感じで、でなんかね 4,5 千回転ぐらいからこの感じるバスバスっていう、このなんていうのかな、なんかあのいわゆる低速の低音が出てる、なんかいわゆる失火気味のなんかなんていうかな減衰じゃなくて、なんか多分ね年長が薄くてパワー出せないっていう感じだと思うんですよ。だからスロー系統が多分薄いからなんだろうなって思うんですよね。だから多分 2番3番がその辺影響してるだろうから、2番3番はスロージェットを多分濃くしたら良くなるんじゃないかと思うんで、これだとね多分1段だと、だからこれも15なんですけど、多分ね一気にスロージェットは20つけた方がいいかもしれないですよね、2番3番に関しては。ちょっとその辺はまた考えつつ、まあ一回試します。あの、なんだっけ、シム調整した時と一緒に、その新しいシムと一緒に注文してるんで、同時に届きますから、ただ排気側はどうなんだろうね。まあ4番の方、やるべきかやらんべきか、ちょっと、まあでも、まあやろうか。どうせやったら、あとはあれだな、ヘッドカバーもあれ、結構ガスケット塗ってないからね、まだ。とりあえずガスケットって液状ガスケット塗って蓋してないから、ちょっとこれから漏れてくる可能性もあるから、ちょっとそれも考えて直さないといけないからね。どうせキャップ外すしね、うん、じゃあとりあえず3番そんな感じです。で4番もね、ちょっとこれカメラワークというかこうあんまり変化はないんだけど、実はねこう中心電極がね実物見ると意外とこれなんか茶色みが出てきてるんですよね。なんかまあこうして見たらなんか変化わかりづらいよね。ただこれ自体も、あ、実はねこれ70番がついてるんですよ、メインジェットはその交換前は、ね、70番からでクリアランス調整で広めに取った上にで 62.5 まで下げてるんですよ、メインジェットは。そしたら結構茶色目が出てきて、なんか意外とあれ良さげになってんじゃんって感じで、ただメインスローケットはまだ濃いめなんですけどね。あ、でこれに関してはスローケットも15だったのを10にしたんですけど、変わってない、ほとんど変わってないんですよね、これ。まあ、ちょっと今、明るい光が当たってこう白っぽく見えるんですけど、実際そんな変わってなくて。だスロー系統はね、なんか知らんけど、10にしてもまだ濃いっていうね。まあ、濃いっていうか、実際この Z 的にはこれぐらいの濃さが意外と付きが良かったりしてパワーも出るので、どっちかっていうと4番に関してはこれが合格だと思うんですよね、この黒さぐらい。だからこれぐらいの黒さが全体についたら理想なんですよ。だからね、他は多分ね、2段上げたら多分こっちぐらいの焼け色に近くはなるかなって思うんですよね、2番3番は。多分2番もしかしたらこれ薄すぎるから、20だと足んないかもしれなくて、そしたら22とか 22.5 とか25まで行くかな。まずは 20つけてみますけど、多分これ2番に関してはスロー系統すげえ薄い気がするんですよね。で1番に関しては若干
干、これも10番なんですけど、ただ15つけてても変わんないからね。こっち1番はね、なんか知らんけど影響が少ないというか、影響があんまりプラグの影響に出ないなって印象があるんですよね。だからちょっとその辺不明なんですけど、1番は少し謎が、ただ1番の方が、まあ細かく言うと、エンジンの圧縮が1番気筒が一番高いんですよ。だからなんかそれの影響があるのかな、まあわかんないね。とりあえずそんな感じで、なんか結構ね、スロー系統をじゃあ濃くしてみようってのと、まあ可能な限り濃いところは何かしてもメインジェットを薄くしてどうにかしてみようかなっていう、もうとにかく変えてみないとね。ただメインジェットがね、世の中じゃないね、この販売してるサイズがもう60番が一番最低みたいで、もちろん探せば例えば50何とかともあるかもしれないけど、ただね、三国のこの大きいこのメインジェットサイズが60番台までしかないんですよ。60からしか始まってなくて、それ以下がなんか売ってないっぽいんですよね。だからもう下げれる限界が60みたいで、で60は1個あるんですよ。一応60か 62.5 とかって買い足したから、だから次60じゃ何に使うのって言ったら、一番濃いところっていうんだったら、どっちか4番か、あでも4番も4番は 62.5 だからね、4番に60つけて、 62.5 を2番につけて、1番はね、なんかこれ変化しないのがすげえ よくわかんないけど、じゃあこれが65か。じゃあ今のところその手持ちのメインジェット全部使い切る、最低値を全部使い切ることになるか、ちょっとよくわかんないけど、まあとりあえず60番台60番が余ってるから、そいつを一番濃いやつに使って、1番はちょっとまずはジェットかな、ニードルジェット変えて2段にして、2番目はまあ多分1段目でいいのかなって思うんですよね。3段目はね、ちょっとこれは2番にしようかな。1段目は多分ちょっと全体的になんか薄い気がするから、これ3番はちょっとジェット変えるんじゃなくて、こっちも2段目にしてみたいと思います。ちょっと濃くなるかなって思うん で4番はニードル結局1段目だけど、もうこれ以上下げれることできないけど、これに関しては、まあ、メイン系があと少し薄くなってくれたらいいんじゃないかなってとこなんで、とりあえずもうつけれる60番つけてどうにかなるかちょっとチェックしてみたいと思います。はい、じゃあそんな感じで、ちょっとまだまだ全然改良の余地があるんですが、とにかくパーツが届いて、多少なりともこのスロー系統に関しては、焼け色がすごいいびつっていうか、濃いところが2つと薄いところが2つで極端に離れすぎてるみたいなんで、ちょっとここが整うだけでも相当走りて変わるでしょうから、その辺ちょっと整えてみて、まずはね、とにかく速度が80キロぐらいはさすがに安定して出せないとやばいというか、もう乗りづらすぎるので、そこら辺がなんとかして変わってったらいいかな。まずはそこからですね。とりあえず一般道で、なんていうのか、まあ今でも一応走れなくはないけど、言うてそこまで気分よく走れる状態じゃないから、まあ最悪高回転のところはまあ使わなきゃいいって、高速乗らなければいいって、まあよくはないけど、実際高速乗らなくても自分群馬とか普通に行くんで、だからまあ乗れた方がいいけど、乗らなくても群馬ぐらいだったら全然下道で普通にツーリング行くんですよ自分。だからまあ困ってはないんですけど、ただね、これから大阪行くとか、そういうとこを遠出しに行くっていう時にはまあ困りますよね。だなるべくどうにかしておきたいよね。はい、じゃあそんな感じです。もしくはね、また最後にね、別のノーマルキャブ買うかね。キャブって実は意外とヤフオクとかメルカリとかで探しゃいくらでも、まあもちろんね、いくらでも出てくるんだけど、そいつら状態がいいとは限らないから、また同じようにつけてみたらまた濃いような状態がとか、もっとひどいかもしんないとか、もしかしたら良いかもしんないとか、そこは分かんないですよね、買ってみないと。ただね、1個、まあ4つセットね、そのキャブが4つセットで、4つの1番から4番起動セットの状態で、だいたい1万円ぐらいで買えるんですよ。まあそれ買って挑戦するか、もう最初から CR キャブとか買うか、まあその辺はもう自分の判断なんですけど、まあこれってもうあれかな、そろそろもう潮時かもしんないけど、例えばもう最低値60番とかでもうこれ以上下げられないとなったらもう実質無理なんで、まあそうなってきたらもうそろそろじゃあ新しいキャブ買おうかなっていうことを考えたいと思います。
まあそんなとりあえずやれることはとにかく自分でなんかいろいろ頑張ってみて、まあこれも結構無駄じゃないしね、なんか研究にもなりますしね、なんかいろいろやっぱこう走り方のフィーリングが全然変わってくるから、なんて言うんだろう、まあ見てる人からしたら無駄な作業をしてるなって思うかもしれないけど、こっちとしてはこう走ってる身なんで、実際自分で交換して走りがどう変わったかっていうのが意外とこうやって走ってる身からしたら分かるって変化が意外と伝わるもんなんですよ。だからそれも含めて、例えば今後キャブの調整するときとかに、なんかあこれってあの時のパターンと一緒だよねみたいな、やっぱこう旧車って当然ながら年長とか、まあ、キャブ車ってそういう意味では年長が走り心地にすごい影響するから、その辺はやっぱ経験値だと思うんですよね。それも含めてこう今は大変かもしれないけど、将来的にいろんなものをこういじくるってことを考えてるんだったら、これぐらいはなんか乗り越えたいよねって思いますよね。はい、じゃあそんな感じでした。とりあえず反省会9回目こんな感じで、まあ次回もまたいろいろ、じゃあ薄くするようにまたニードル上げたりとか下げたりとかして、もろもろ確認して走ってみたいと思います。ではご清聴ありがとうございました。